マーケットトレンドレポートキャスターの山田幸美ですコメンテーターの直井敦史です前編では SBI 証券チーフストラテジストの北野はじめさんに後編では会社指揮法編集長の富岡幸さんにお話をお伺いしますまずは北野さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします前編の北野さんのテーマ FRB と日銀生存率が高いのはどちらまた後編の富岡さんの 環境激変の今年度に注目したい業種業界はについては CM を挟んで詳しくお伺いしますこの番組は SBI 証券の提供でお送りします改めましてマーケットトレンドレポートまずは SBI 証券の北野さんに F. R. B. と日銀、生存率が高いのはどちらについてお伺いします。北野さん、よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いいたします。まあ、生存率が高いのはどちらっていうのは、なかなか、はい、あの。キャッチーな、タイトルにしたんですけれどもど、どういうことですかっていう感じのタイトルですね。うんはい、あまりにもね、足元の、あの。アメリカの中央銀行、F. R. B. と日銀の行動が、対照的なもんですから。ああ 果たしてどっちが正しいんだろうかと、うん、まあ正しい方が生き残る確率は高くなるのかなと、うん、いうことについて、まあ今日は考えてみたいなと思ってます。はい、で、これはですね、青い線が日米相対株価です。トピックスを S＆P500 で割り算したやつですね。はい、で、赤い線が F.F. 金利です。うん、この3月以降1回2回3回と連続利上げをしてきて、でその時に。 日米相対株価はどうなっているかっていうと日本株がアメリカ株をアウトパフォーマンスしてきているで、が株式市場目線でいうとアメリカの対応はある種やりすぎではないか<ー>動かない日本の方が正しいんではないかそういうふうな、えー、判断を株式市場はしている、うん、と解釈することも可能なんだろうと思うんです。うん、で果たしてそれは 正しいのかと。いうことを考えてみたいんですけど、私はちょっと日本この株式市場の判断というのは間違いじゃないかなと思いながら見てるんです。<laughs> なるほど。はい、はい、で、そのいう意味では、この fed の利上げっていうのがどういうものなのかをまよく考えてみないといかんなとは思うんですね。うんはい、それで次の絵をちょっとご覧いただきたいんです。これですね。 過去約30年間の SP500 の PER、はい、ですねで、この赤い点をつけてるのが今回2022年の2月と20年前2002年の2月なんです、うん、たまたま2月2月なんですけど<ー>ほぼ同じところでいるんですよねそ,そうですね、はいえー、2000年の時は IT バブルの 崩壊局面<ー>で今回はあえて名前をつけるとコロナバブルの崩壊局面、はあ、26倍以上に PER が膨らんで20倍以下にちょうど落ちてきたところなんですよね、うんうん、ほとんど同じような形になってるんです。うんはい、でその時に Fed っていうのはどういう判断をしてたのかっていうのをちょっと次の絵で見ていただきたいんですけどこれ青い線が2002年。 の3月に行われた FOMC の時の FF、えー、金利先物の,の姿なんです。うん、赤いのが今回ですね。3ヶ月前の3月の FOMC の時の FF、えー、金利先物なんです。うん、で、左軸が2002年で、右軸が今回ですね。あ水準はちょっと違うんですけれども、これあのー。 一年間っていうか年内にどれだけ金利が上がるのかっていう期待値はほとんど一緒なんですよ。同じですね。本当にほとんど同じです、ねはい。ほとんど同じ。両方とも1.5パー上がるっていうふうに予想してたんですね。うん、で、両方とも景気がそろそろ底を入れしてインフレ期待が強まるよっていうまあそういうことをフェッドは思ってたんですね。はい、で、先ほど見ていただいたように株式市場の位置もほとんど一緒。はい、じゃあどうなったかなんですけれども、えー、これで言うと赤い点の後 前回も今回も PER は続落してるんですよ。うん、20倍が16倍までいってるんですね。うん、だから株は下がったわけですよ。で、下が次の3ヶ月で下がった形なんですね。うん、で下がった時きに Fed はどうしたか。そうすると2002年の時はね、年内に1.5パー金利が上がると思ってたのが一気に気持ちがないてしまって。 全く金利が上がらない予想に変わっちゃったんですよ。なるほど先ほど言うと2002年の3月から6月ぐらいにかけて株価が続落をすると、えーはい、そういう株安に恐れをなしてあ<ー>フェッドも市場もお利上げ期待というのをおがなくなってしまった。これはむしろ株安の方が影響を与えたそうなんですおっしゃると思います。うん、それで僕は株安が フェッドに影響を与えるることともあるよと、うん、で一般的にはね金融政策の予想が先にあって、ええ、こんだけ利上げするから株はこんだけ下がるんですっていう予想を多くの人がしてたんですよ、ええ、今年の最初も、はい、いやいやそうじゃない時もあるよと、うん、あの株安によって利上げ期待がなくなるっていうケースもあるよ、うん、20年前そうだったよと、うん、いうことを僕言ってたんですよ。うん、ところが次の絵を見ていただきたいんです。で株が下が下るるいう予想はある程度よく 正しかったんです、ええところが f e トは株安をものともせず、うん、さらに値上げしていったんですよね今回はい、はい、だから、うん、むしろ1年間で1.5%上げるっていった最初の予想がなんかなだらかな線に見えるぐらい今急激に金利を上げてきてると加速してる感じに、ね、加速してる、はい、何が違うかっていうと、うん、もう単純な話2002年はデフレが一番心配だったんですね、ええ デフレが今インフレは心配なわけです、はい、まあそれから初めから分かってたことなんですどもうそれでも株が下がったらフェッドはこうビビってしまうんじゃないかなと思ってたところがもうまさに加速してきてると、うん、それはなぜだということを考えなくちゃいけないと思うんですよ。うん、で我々トレーディングとかやっているときに値段に関係なく とにかく今あるポジションを消したいことってたまにあるんですけど、うん、それ損切りの時はもうとにかく今のあるポジションから逃げていきたい、はい、した時値段に関係なく売ったりするんですよ、ええ、なので今のフェッドのビヘイビアというのはあるる種損切りに見えるんですよねここはなかなかあの刺激的な物言いですけども、まあ、ある意味それは間違っちゃったっていうことをそうです分かってるってことですね。す間違っっちゃったから損切りしてる、はいるは でフェッドが間違ったっていうのが非常に明らかなのはどこで分かるかっていうと、まあ、もちろん物価見ていれば分かるんですけど、はい、パウエルさんの言葉で言うとちょうど1年前、うん、1> 2021年の8月のジャクソン・ホール会合、うん、まあ世界の中央銀行が集まるやつがあるんですけど、えー、あれでパウエルさんが何て言ったかっていうとディスインフレは構造的な現象であって、えー、インフレは一時的だって言ってたんですよ。えー でその一時的な理由についてから四つ挙げてたんですよ。<は>技術革新、グローバリゼーション、人口動態の変化、それから中央銀行への信任。うん、これがあるから二十五年間リスインフレだった。したがってその構造化で物価が上がっても一時的だって言ったんですね。これ二千二十一年八月です。三、うん、ヶ月後十一月末に。 もう一時的っていう言葉は使わないようにしますって言ったんですよ。<laughs> その三ヶ月に何があったんですかっていう話です。二十五年間分析してこうだって言ってんのをたった三ヶ月で彼は覆してきたんです。要するに自分たちのあの考えはともかくどう見ても物価がり方を見ると自分たちの分析は間違えていると思ったんですよ。まあ一時的とはもうすでになかったですもんね。なかったですもんねと。<laughs> したがって彼らはチェンジしてきたんですよ多分彼らはなぜ自分たちが間違えたか理屈ふに落ちてない可能性があるんです、うん、それでも切ってきたんですよ損切ってきた損切りってそういうことですねパニックになって損切ったこれがフェッドです、はい、で同じ環境にあるにもかかわらず対前自弱としているのが日本銀行なんです、はい、よく言えば、うん、動かない動けないのかもしれないたの、うん、時に パニックになった時にパニックパニックになるべき環境でパニックになる人と、うん、パニックになってもいい環境でパニクらない人がいた時に、はい、どっちの人が生存確率が高くなりますかっていう話なんですよ。これは厳しい,です、ね、いやあの率直に言ってですねフェドがパニックになっていたという話はもうそれだけで本当に不安ですと。 ほとんど世界の地方銀行ですからねだけどあ,のある意味すごいのは間違ってたと思ったらさっさと手のひらを返すことですね。よく分からなくても目の前のものに対処するしかないと、はいうん、日銀は今何を考えてるんですかね日銀はいや僕何考えてるかよく分からないです <laughs> 何考えてるかよく分からないけど彼らの希望的なこうあってほしいと思うのは、えー、フェッドが間違えてて。 要は物価が上がるっていうのは構造変化ではなくってやっぱり一時的な現象でこのあと金利が下がる物価も落ち着いてくる動かなかった自分が正しいそうあってほしいっていうのが多分日銀です。でないと本当に火事になってたらぼやかもしれないけど逃げた人とぼやだと思って。 火事ではないと思って誰かのタバコの煙だと思って逃げずにそこにいた人でどっちが大変なことになるかって本当に火事だったら逃げなくちゃいけないんですよなので日銀としては今起こっていることがあくまでも一時的な現象であってほしいが多分日銀の希望だと思います。うん、ということはどっちが正しいか見るともう一回利上げするって言いますよね、えー、またフェードが利上げする時に日米相対株価がもう上がらない、えー、逆に下がってくる。 えー、みたいなことが起こるとやはりやっぱりフェッドの方が正しかったんじゃないっていう判断になってくるしそういう意味ではある種のリトマス試験紙としてねあの最初見ていただいた絵っていうのはウォッチしておいて価値はあるんじゃないかなと思うんですよこれ北野さんその正しい間違ってる絵これもはや分析の正しさではないですね。行行動です、ね、行動でですすねねよ分析はあの フェードが間違えたのかもしれないし、まあ、日銀があのもしかしたら正しいのかもしれませんけども、まあ、今の話をお聞きしていると日銀は分析しているようでもあるが祈ってるっていう感じですかね。はあると思いますよ。うん、本当のところますというのはある程度時間経たないと分からないし、はいうん、反省するっていうのはこれ昔リチャード・ニクソンが言ってた言葉なんですけど。はあ 反省するのはいいんだけど反省する時間のある時にしてねっては言ってたんですよ。こここれれは経済とと、はい、金融政策の難しいところですよね、はい、でリーダーとい,いうのは反省しなくちゃいけないんだけども、ええ、本当余裕がある時に反省すればいいんだけどその前に行動しなくちゃいけない時があるのでああ今はあのそういう心理学の教科書とか まあ自分なりにちょっと読んだりとかするとやっぱりパニックになるときにパニックになる人の方がまあある程度信頼できる多分心理学者に聞いたらそう答えると思いますそれはなるほどちょっと恐ろしい話でもありますけどねパニックになりそうですけどねえ <laughs> <laughs> この後は CM ここで差がつく四季法丸ごと活用術のコーナーを挟んで東洋経済の富岡さんに 環境激変の今年度に注目したい業種・業界はについてお伺いします。